台湾ラジオ第6回、今回は日本軍の台湾上陸と占領について述べたいと、このように思っております。日清戦争の結果、下関条約が伊藤博文と李光省の間で結ばれまして、その下関条約の内容の中にですね、台湾を日本に割譲するというふうに書かれていてですね、まあその ことを根拠に日本軍は台湾に上陸をして占領していくと、接収していくということになりました。ただ、この台湾の接収作業は非常に困難を極めたということで有名であります。日清戦争そのものよりも、この台湾の接収作業の方がさらに過酷であったのではないかとすら言われております。 北白川宮という人がですね、あの、この戦いに参加していた皇族でありますけれども、彼も、えー、っと、病没しています戦。戦争中に陣中で病没しているわけですね。そして、この、えー、作業は単に事務的な接収作業というわけではなく、非常に過酷な軍事活動も伴っておりましたので、詳しく、 台湾の歴史を調べているような人の間ではですね、台湾征服戦争というような言い方をされることもあるという、そのようなあの激しい出来事でした。それは戦争であったと言っていいと思います。で、横浜丸という船にですね、カバヤマスケノリという、まあ、軍の偉い人が乗り込んでですね、台湾の北の方にあるキーロンという町の 沖合で、えっ、ー、と、カバヤマスケノリの、日本側代表がカバヤマスケノリであり、そして、えー、台湾側というのは、清朝の側ですね、清朝の側の役人が来てですねで、横浜丸に乗り込んで、で、両者の間で、台湾の受け渡し式というものが行われました。なぜですね、上陸せずに行ったのかというと、台湾島の人々が非常にこう、怒りで燃えているということであってですね、とてもあの、 陸上ではできませんというようなことになって、ですねでではでそういうことであれば、もう船の上でその,あの式典やっちゃおうと、で私たち、つまり秦の役人は、ですね私たちはこれでもうあの中国大陸に帰りますから、あとはよろしく勝手にやってくださいというような話になったということだそうであります。 でえー、とその横浜丸での,その受け渡し式に、まあ、サインしたんだと思いますけれども調印をして、えー、真の役人が帰って行き日本軍はいよいよですね上陸活動をしていくと,で、えー、と淡水河という大きい川がある,あるんですがその淡水河に沿ってですね日本軍は船を使ってずっとこう台北方面までですね 船に乗ってこの時のですねさまざまな苦労話がですねここに1冊の本になっております。えー、これはですねあの日本人が書いた本なんですが当時、将兵の一人としてこの戦いに参加した日本人が書いた本が中国語に翻訳されたのがこの本であります。でえーと 全体主貌というふうに読むんですけれども、あのま生、あ、体始末ですね。我々日本人の漢字の読み方で言えば生体始末。どういうことかといえば、えー、台湾を征服するまあ,あの始末はいか,ないかなるものであったかというようなことについて述べている本であります。著者がですね、えー、花粉返しというふうにここに書いてあるんですけれども、これはあの まあ、ペンネームですね。香る風の、えー、外の歴史の知でこれはですね、ペンネームであってですね、実際の名前はですね、市毛仙太郎という方がお書きになった著,著作なのであります。で、この市毛仙太,太郎さんがどういう人なのかというとですね、えっ、ー、と、水戸藩の,あの藩士の、水戸藩士の息子さんです。で、水戸藩の馬回り役のお家柄であったということでありますので、まあ、要するに、お殿様の すぐ周辺戦争になればお殿様のすぐ周辺を固める親衛隊の家柄になりますので、まあ、水戸家の旗本のようなそういう家柄の息子さんであったということですねで彼が将兵の一人として、えー、と台湾に出かけていきその台湾征服戦争がどれだけ困難であったかというようなことを書いてるとで特に彼が述べているのはあの自然環境の過酷さですね えー、例えば、あのー、宝庫島にも行くんですけれども宝庫島は非常にあの平地がないんですね、ですから山を登って山を登って、で、えー、野営しなければならぬと、これが非常に苦労であったなどなどのことが書かれております。 でこれはですねあのここにあの中国人の女性の名前えこうさんこう雪金さんという女性の名前が書いてあるんですけれどもこの方がですね、えー、翻訳した本なんですねであのこうさんという方は中国人で台湾に留学いたしましたで当時あのこの本がこの本の翻訳が開始された当時彼女はあの 修士の大学院生であったわけなんですがでこ,のこの本を翻訳する際に彼女は極めて日本語が上手い方なんですねあの現代日本語が彼女,彼女以上に上手い中国人あるいは台湾人に私は会ったことがありません非常に上手いですで彼女は非常に現代日本語上手いんですけどそれでもですねこの市毛仙太郎さんがお書きになった日本語がよくわからないとなぜならば文語で書かれているからであると。 いうことで私の方にあに一緒にこう内容を理解を助けてほしいという連絡が来ましてです、ね、で私あの、分かりましたということでこの翻訳をごく一部ですが手伝ったということがありましたこのようにこの,この本が完成してです、ねでえー、とこの出版記念シンポジウムというようなものが台湾大学の地下のシンポジウム会館のようなところで行われました。 その台湾,台湾大学の地下の方にはですね、プラトンの部屋とかですね、あるいはソクラテスの部屋とかそういう,こう鉄人の名前を付けた部屋がいっぱい集まっているあの会議場があってですね、要するにシンポジウム会場があってですね、その1つを使ってあのこの著作の中国語訳の出版記念シンポジウムが行われたんですねで、お前も来いと言われてですね、私もあの行きました。 で、えー、とそこでは、ですねまずあの挨拶に立ったのが、この出版したあの、この財団法人が出版したんですけども、この財団法人の代表の方があの、ま、正面にお立ちになってですね、で、えー、この方はですね、いわゆる独立派に属している方であって、この本がなぜ出版されたのかというと、その独立派の、 まあ思いがこもっている本だからであるというようなご説明がありました。ではなぜですね、この本が独立派と関係しているのかということになりますけれども、要するに、えっ、ー、と、李光省は台湾から手を引いたわけですね。台湾は、あの、毛がいの地であると李光省は言ったと。で、えっ、ー、と、毛がいの地なので、要するに十分に中国語、中国化していない土地であると。なので、あのー、その日本に、 譲り渡したところで何にもあの私たちは辛くないし困らないしどうでもいい土地だからどうぞ日本の方勝手に取ってってくださいというような言い方をしたと言われておりますでこれはまあメンツの問題もあってですねそのように言わざるを得ないところがあったのかなとも思いますけれども台湾の人々からすれば真に見捨てられたというようなことが言えると思いますで慎重に見捨てられたあの台湾の人々はしかしあの この著作ではです、ね、台湾の人々の,その抵抗運動というものも書かれているんですけれども、独自にです、ね、台湾の人々は清朝とは関係なく、独自に抵抗運動をしたと、要するにもはやこのようなあのオペレーションが台湾人によって行われたということはです、ね、これは台湾が中国の一部ではない台湾人自身の主権を主張する根拠になるんだというような認識が 終わりになるからですね、その、えー、とこの財団の財団の一番偉い人にそのような認識がおわりになるので、あのこの本はその台湾の独立運動と深く関わっている理念、独立運動の理念とあのこの本は深く関わりがあるんだよというようなご説明があったというふうに私は理解いたしました。でですねこの 会場その、えーと、その出版記念シンポジウムの会場にはですね、観客もまあ大勢来ていたわけですけども中にはですね、もちろんあの外傷人の方も本省人の方も,もうこう入り混じっておりますので中にはですね、あの地上にガチガチの外傷人の方もいるわけですねで外傷人で、えー、統一を理想とする統一を目指すべきだと考えている。 あの外人人の人も来ているとでそういう人はです、ね、この本の内容に対してです、ね、批判をガンガンやっていくというような場面もありましたで、えっと、あの中国語を聞くとです、ね、コテコテのバ,チバリバリの,です、ね、あの外省人の方は発音がまた本省人の方の中国語と外省人の方の中国語が違いますのでその発音を聞,聞けばです、ね、おこの人は外省人だなと。 いうふううふに分かるとでもうバリバリの外傷人風の話し方でこの本の何ページのどこそこにはこういう問題があるぞとかこういうふうに言うとこれはあのその本の役者の理解が足りないんじゃないかとかそういうふうなことを言うとでですね中にはこの著作の中にはこのようにです例えばこのあんまりやると多分著作権に問題あると思いますこのようにいろんなですね資料が載っているわけしふあの付属しているわけですけれどもこの資料には間違いがあるぞなどというような批判が飛び交うというような場面もございました。 さらにあの誰も知らないんだけれども私は知っているその、えー、と外省人なんだけれどあの隠れ統一派であって表面的にはあの独立派みたいなそういう複雑なあの立場の学者の先生もいらっしゃってですね大変に見応えのあるシンポジウムでありますただあの台湾の人はあのシンポジウムとかそういうのが好きなんですねで4時間半ぐらいこの 出版記念シンポジウム4時間半、時間半ぐらいやったんですね。で、私はやっぱり1時,間1時間半から2時間ぐらいで限界かなと思ったんですが、途中で帰るとバレ、バレるとですね、みんな見てますから、バレると良くないと思うんで、じーっと座ってましたけど、4時間半ってかなりの体力であって、あの非常にあの体力を消耗した思い出がございます。というようなことがあったんですが、あのいずれにいたしましても、そのような事情からですね、えー、っと、 台湾人にとっては、日本軍による台湾征服戦争は、あの必ず語ら,な語られなくてはならぬ。台湾の歴史を語る際に、このことは必ず語る必要があるというふうに認識されている重要事項ということができます。例えば、えー、とセデック・バレという映画がですね、まだ数年前、10年ぐらい前ですかね、に作られ,作られましたけれども、このセデック・バレという映画に、 映画でもでもすね、最初の方、映画の最初の方はですね、この日本軍の上陸とその戦争に関するう描写がございましたで、その映画の是非についてはです、ね、これはまた非常に難しい問題をが含んでおりますのでいずれこの台湾ラジオが会議が進んでいけばいずれ必ずそ,れにその映画についてもですね、えー、と論じたいとこのように思っておりますが今回は、えー、まだそこまではいきません。 でですねもう一つ著作をですねえー、と紹介したいと思っております。えー、もう一つの著作はですねこちらであります。えー、っとですねこの方。このえー、っと上に書いてあるのが名前ですね。ここに上に書いてあるのが著者の名前。えー、許可の許に世界のせという漢字が書いてあるのかりますかねこれ,これでですね。 え、収支会と読みます。この収支会がですね。えー、っと東京大学出版から1974年にですね。日本統治下の台湾抵抗と弾圧という本を書いて出版しております。彼の代表作です。で、この収支会という人はどういう人であるか？というと、1930年代にお生まれになった方であってですね。で、えー、っとそのお父さんがあのまあ大変に。 なんんででで知識階層の方であっったと言っていいんでしょうかねで彼もそのお父さんの薫陶、うん、を受けたからなのか彼もまず早稲田に留学して、まあ、戦後ですけれども早稲田に留学してさらにその後あの日本に残ってですねで東京大学であの博士号を取るところまで行ったと。で津田塾で教授をしていた人でですねあの 白金台に台湾の代表書がありますけれども、その白金台の代表書の代表というポジションに就いた方なんですね。で、要するにあの、日本と台湾の外交関係を見た場合に、台湾側のトップに立ったという人がこの方であって、後にですね、あの尖閣問題であの揉めた時に彼はあの辞表を出すというところまで行っちゃうんですが、これはまた、あの、ま そのことはまた後日、機会があれば述べたいと思いますけども、今回はこの、えっ、ー、と、この、修士会という人の著作ですね。この、こ入るかな、どうかな。あんまりやるとですね、こう、画面が暗くなるのも嫌なんだけど、ちゃんとこう、あのー、本のタイトルも映したいという、こう、ちょっと欲張った感じにしているんですが、この修士会の日本統治家の台湾。 抵抗とと弾圧という著作この著作によってですね台湾研究をしている人の中でも大変に有名な人であります台湾政治史あるいは台湾史を語るためにはこの著作は決して、えー、と外すことができないというふうに認識されているそういう重要な著作でありますではこの本にはどのようなことが書かれているのかというとですね、うん、もちろんあのその日本が と上陸してきた後にですね台湾人がどのように抵抗したのかということが書かれているわけですけどもこの習氏会もやはり、えー、独立派非常に熱心な独立派の方でありましてなぜ独立派がこの本をこの日本に対して抵抗したかという本を書かねばならなかったのかといえばですねあの繰り返しになりますけれども清朝に見捨てられた後に台湾人が台湾人自身の手によって 日本人に抵抗した、すなわち台湾人の独自のオペレーションが行われたのであるから、もはやあの台湾はあえて中国の土地になる必要はないと、台湾の独立の根拠は、この日本との,この抵抗戦争に求めることができるんだというような、そのようなお立場であるので、この本があの独立派にとっては特に重要な著作であるというふうなことになるわけですね。では、この著作ではどのようなことが書かれていたのかというとですね、あの 抵抗私が読んだ範囲であ読んで理解した範囲であればですねそ抵抗の歴史が書かれていましたで抵抗が誰がどんなふうに抵抗したのかでそこにはどのような問題が介在していたのかというのを具体的な例をたくさん挙げてですねそれについて分析をして解説をしていくと。 いうようよなことととはずっと続けられてです、ね、それで年代ごとに日本軍が上陸したばかりの頃からずっと年代ごとに追っていきやがて1930年代ぐらいになるともはやあの抵抗をしたいという人の人口が、まあ、あんまり多くなくなったのでだんだんこう運動その抵抗運動がこう下火になっていくというようなところまでこう彼はこう調べたと研究したというような本なのであります。 で、繰り返しになりますけども、この著作、このような、今述べました2冊の著作がですね、あの重要視される理由というのは、これをして、ですね、台湾はあの独立する資格があるのだと、われわれには独立を主張する権利があるのだということをですね、明確にしたいという、あの彼らの、まあ、希望というか、望みというか、ですね願いが、願いがあるので、それをこうこの先ほどの著作に託していると。 いいう,うに言ってよいかなと思いますで、えー、とこの時のですねこの台湾征服戦争が行われた時にですね一つまあ珍しい現象珍しいというかまあちょっとあ歴史のあだなと言ってもいいのかなと思うような現象が起きたんですけれどもそれは何かというと台湾民主国が宣言されたということがありましたこの台湾民主国は実態を伴っておりませんでしたのであまりあのー そんなにしょっちゅう議論されることではないんですがかといってせっかく今台湾ラジオやっているので取り上げないのももったいないのでこれについて少し述べたいと思います。これはですね清朝の役人がですねあのいやと俺は認めねえという人がいてですね日本に台湾が日本にあの譲られるということについて俺は認めねえという人があのなだったら独立してやると独立宣言だということで始めたのが台湾民主国。 ででありますで彼らは確かに宣言はしました、でですねあのやはり近代国家の概念をよく理解してい,い,いるんだなということがわかるんですが、それそれはですね国旗を作り、切ってですね切手を作り、えーと、貨幣も流通させようとしたとで貨幣、えー、郵便、で国旗、このようなものはですね独立国のあの要件であります。 そのお金がどこまで流通するかということによって、えー、その国家の主権がはっきりわかるあるいはですね、郵便がですね、郵便条約というのがあってそれにのっとってまあこの場合郵便条約が入ってなかった台湾民主国が郵便条約に入る余裕はなかったと思いますけども、その切手がどこまで流通して通用するかということを見ていけばですね、あの主権がどの程度 現実化していたかということが分かるというふうに考えられていますので非常,に非常にですねいいところに目をつけていたということは言えると思いますただただしあのその最高指導者がですね、えー、っと金を持ち逃げしてすぐにあの中,国か中国に帰ってしまったということがあってですね立ち消えになってしまった国家でありますもちろんあのその最高指導者のつが1人目はそうやって逃げたんですがその次に劉永福さんという方がですねあの 頑張ってしばらく抵抗したので、彼は、それな、彼は、あの、敬意を集めています。このリュウ・エイフクさんという人はですね、もともとあの、えっ、ー、と、その、清仏戦争の時にですね、えっ、ー、と、ベトナムとシンの国境あたりで、フランス軍と、まあ、戦火を交えたという人であってですね、えっ、ー、と、天地会の会員でした。天地会というのは、清朝を、 こうまあ、排除してですね、で、官民族の国家を作りたいという人々のための秘密結社であって、TND ホイというわけでありますけれども、この劉英福さんも天地会のメンバーであったと、私、過去に何度か天地会については述べていますけれども、で、劉英福の劉は劉備玄徳の劉で、劉、えー、英福の英福はあの杉並区の英福長の英福ですね。でえー、彼も結局は、まあ、その やはりあの抵抗してもですね、日本軍の方が強力であったので、まあ、それはこう、まあ、目的を達することはできませんでしたけれども、そのようなこともあったということは、台湾理解を進めていく上であで、知らないというわけにはいかないかなというふうに思って、少し述べさせていただきました。この後ですね、 しばらくの間、法律的に台湾は日本の帝国憲法の中で台湾をどういうふうに位置づければいいのかという法律論も行われたし、あるいは経済的に台湾はどんなふうに発展していけばいいのかということも日本人は悩んだ、大いに悩んだ、あるいはもう植民地経営,植民地経営は僕たちには無理なんだ、フランスに買ってもらおうという売却論も生まれたというようなさまざまな右余曲折がございます。その右余曲折については、 また、えー、と次回以降いろいろ述べてみたいとこのように思っております。では今回これで終わりです。ありがとうございました。